歴史を紐解けば未来が見える大人の世界史チャンネル、中島浩二です。そして河合塾のカリスマ講師、世界史の青木先生です。よろしくお願いします。ロシアのウクライナ侵攻から、うん、ウクライナロシアの関係ということでね、はい、前回イントロダクションである程度ウクライナの知識、まあそれでも今ウクライナの人口がどれぐらいなのかとか、国土がどれぐらいなのかとか、うん、でまあちょっとおっしゃったように基礎知識の確認、はい、まあ場所は前回も申し上げたようにこの辺りで、広さがね60万平方キロメートルなんで、はい、日本の 1.67 倍ぐらいですね、うん、広いです、うん、ちなみに言うとね、ロシアを除けばヨーロッパの中では一番広いですね。あ、国土がです。フランスとかね、スペインよりもちょっと広いんですよ。あ、そうなんですね。で人口がね4300万人なんで日本の3分の1、うん、でとにかく平原なんですね、はい、で山はねほとんどないかな、80数%平原なんですよ。うん、日本は7割山地じゃないですか。うん、だから非常に平坦なところで、でドニエプル川という川がね南北に貫流していて、はい、で特にその国土の南のあたりはチェルノーゼム地帯といってね、うん、国土地帯といってもう土が黒いと、はい、それぐらい養分に満ちた土地で、うん、穀物が植えればめちゃくちゃ取れるんですね。ヨーロッパって多分一番豊かな場所です、ね、だから昔からヨーロッパのパンカゴとかね、まあいわゆる本当にいろんなものが作物として作られてる農業国っていう言い方ですよ ね、はい、まあ、工業もね、ソ連時代にはそれなりに発展するんですけど、はいはい、あとね、民族の名前が何かというと、まあ、いわゆるウクライナ人で、はい、民族系統、まあ、言語による分類だといわゆるスラブ人に属するんですね、はい、でちょっとこれ地図を作ってきたんですが、はい、ね、色がついてるところが現在スラブ系民族が多数派を占めてる国ですね、うん、ロシア、ベラルーシ、ウクライナ、これ緑色で、うん、なんでね色が違ったかというと、もともとスラブ人ね赤い丸をしてますけども、この辺りに住んでたんですよ、まあ、今のウクライナの北部からベラルーシの辺りまで、はい、この辺がねいわゆるスラブ人の原住地、はい、でこれがね時代によってね、ま、1500年ぐらい前に分かれていくんですね。で西の方に行った連中を西スラブ人と言って、はい、で彼らが作った国が今のポーランドやチェコやスロバキア、へ、そして一部がねアドリア海の沿岸、はい、南ヨーロッパに行くんですね、はい、で、旧ユーゴスラビアあたり、まあ、今でいうセルビアとかね、スロベニアとかクロアチアとか、はい、モンテネグロとか、はい、ああいった地域に移住していったスラブ人たちがいて、これ南スラブ人っていう、南のことをスラブ語でユーゴと言って、あ、それでユーゴスラビアなんですか、うん、ユーゴスラビアっていうのは南スラブ人が連携して作った国ですよっていうことなんですね。で現住地を中心にこの辺に、まあ、居残った人たちがいわゆる東スラブと言って、うん、この人たちが現在のロシア、ベラルーシ、それからウクライナの、まあ、多数派の民族になってるんですね。個人的な感想ですけれども、うん、はっきり言います、スラブの女性はものすごく美しいと思います。これもうなんかニュース映像なんか出てくるね人たちもなんか、いやもう本当モデルさんっていう感じがしますよ ね、 んね、はい、でちなみにねその言語の話したんでついでに言っとくと、ええ、これ現在のウクライナの、まあ、言語状況、あ、言語ですね、うん、あ、よく言われるのはね、ウクライナには実は2つの国があると、はい、そして2つの民族が住んでいる、はい、真ん中を流れているドニエプル川の西と東では、はい、実は歴史も違うし民族もある程度違ってくるんです ね、 ああ、そうなんですね。特に日常使ってる言語、はい、これがねかなり違うみたいで、緑で示した部分は、はい、いわゆるロシア語を普通に喋ってる人が 5% 以下の地域、うん、なるほど、でウクライナ語ですね、はい、まあ、スラブ語の一種ですけども、それを使ってる人がほとんどの地域、うん、で、ね、で西の東の方に行きますと、はい、ロシア語を使っている人たちの数がだん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 増えていくと、うん、そういう感じなんですね、うん、でこれはね僕もちょっと知らなかったけど、まあ、同じスラブ系の言語なんでウクライナ語とロシア語ってよく似てるんだろうなと、まあ、いわゆるだから方言のレベルなんだろうなというふうに思ったらって、ね、思ったらねかなりやっぱ違うぞという話なんですね。ということはもう成り立ちが違うということで、ね、文法なんかは結構似てると、うん、で使ってる単語なんかもね共通の単語で結構あるけども、これはやっぱねソ連時代にウクライナ語の勉強みたいなものが弾圧されるんですよね。でロシア語に統一しようという、特にスターリンの時代に、はい、その言語の統一っていうのもスターリンがやろうとするわけで、ウクライナ語、ウクライナ文化を弾圧していくんですよ、はい、その中でロシア語の単語がどん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 ウクライナ人の間に入ってくる。僕らもほら日本人も、はい、
第二次大戦後ほらあのアメリカに占領された時期あったんで、うん、日常会話の中に英語の単語バンバン入ってくるじゃないですか、うん、で英単語抜きで語れない外来語はなかなか抜きでは難しいです、ねうんね、でそれの同じような状況というのがウクライナにもあるみたいでただ違うのは違うらしいですね、うん、例えばねありがとう、はい、ロシア語だったら、はい、スパシーバスパシーバですね、はい、ウクライナ語だとですねジャークユジャークユ成り立ちが違いますね。ちなみに隣国のポーランド、はい、かなりこれに近いですね、ポーランド語だとねジェクチーあじゃあ近いですねジェクエチーって、うん、だから成り立ちからするとねどっちかちょっとポーランドに似てるというのは言えるということですね。でそのウクライナを中心とした地域の歴史なんですが、はい、まず国ができたのがいつぐらいかと。あ、はいはい、これはねだいたい今から1200-1300年ぐらい昔ですね、はい、はい、これも地図を作ってまいりました、うん、ピンク色で示した部分に、国ができるんですね、うん、で先ほど言ったようにこの辺りにはスラブ東スラブ系の人たち、はい、これがたくさん住んでたんですが、そこにね侵略してくる連中がいるんです。うん、これがねバイキング。あ、そうですか。もともと今のほらそのスウェーデンとかノルウェーとか、ね、はい、北欧の、うん、デンマークとか、はい、大々色で示しましたけども、この辺に住んでいたバイキング、はい、まあ世界史用語ではノルマン人っていうんですね、北方に住んでる人々というんだけども、そのノルマン人の中のスウェーデン系の連中が、はい、このドニエプル川流域の地域に侵略をしてくるわけですよ。で侵略してきたやつの名前がリューリクというやつで、彼が率いた部族の名前がルーシ族というんですね。ほう、でこのルーシという部族名がロシアという言葉の語源になったと。というふうにね、世界史の教科書全てで書いてあるんだけども、はい、ロシアの歴史学者はこれを否定してまして、よそ者の、ね、部族の名前なんかじゃなくて昔からロシアっていうのがあったんだと。なるほど。ただ世界史ダメですよ受験情報としてはこれダメなんですけど、ね、まあでもじゃあほとんどの歴史学者がそう言ってるっていうことは そうなんでしょう ね。でそのまあそのルーシ族がやってきてこのノブゴロドという町を中心に国を作って、はい、まあ、寒かったんでね、はい、その一部がねドニエプル川を南下して今のウクライナの中心都市であるキエフ、はい、そこら辺を中心に国を作るんですよ。でさっき言ったように、まあ、国土は超えていると、はい、ね、で穀物もたくさん取れると、うん、しかも海をまたいでねビザンツ帝国という大国家があってこれとの交易で非常に発展をするんですね。で、まあ、9世紀の後半に国作ってちなみに伝説の建国者の名前がオレーグという人で、はあ、10年ぐらい前だったかな日本のフェンシングチームが、はい、銀メダル取ったことがあって、ね、ありましたね。あの時の日本ナショナルチームのコーチの人がウクライナ出身で、はい、名前がオレーグさんと言ったんです。へえ。日本で言うなら大和武尊の命みたいな感じの名前なんですよ。で、ああ、やっぱオレーグという名前の人いるんだと思ってね。その時にもうじゃあウクライナっていう、いや、ウクライナっていうね、はい、言い方はないです、まだ当時は。じゃあウクライナの元になった国がその頃建国された、はい、まあ、いわゆるキエフ公国といったり、あ、そうですね、もしくはキエフルーシというんですね。あ、で先ほど言ったように南にあるビザンツ帝国、別名東ローマ帝国とガンガン貿易やったりして、はい、で貿易やるだけじゃなくてキリスト教も広まってくるんですね。あ、なるほど。ビザンツの都がコンスタンチノープルといって、はい、ここはギリシャ正教会というね、はい、キリスト教の一派の総本山なんですよ。だからカトリックとは違うんですね。でそのギリシャ正教系のキリスト教が伝わってきて多くの、まあ、キエフの人たちがキリスト教に改宗すると。でますます貿易も活発化して、キエフ国を大発展するわけです。でその大発展した時のですね、はい、君主の名前がウラディミル一世という人で、はい、ウラディっていうのはですね征服するとか支配するという名前で、ミールはね世界とか平和とかいう意味なんですね。ちなみに言うとプーチンの名前ウラディミールでしょ。ウラディミールプーチンですよ ね。まあそれからつけたということじゃないかもしれないけども、まあ、偶然だと思うんですけども、そのウラディミール一世の時代に全盛期を迎えるわけ。ところがね、はい、そのキエフ公国が13世紀に外国の侵略によってほぼ滅亡するんです。誰が滅亡させたかというと、はい、モンゴル帝国みたいですね。いやだからモンゴル帝国ってそこまで行ってたんだっていう。いや行くんですよ。まあ、もちろんモンゴル高原が拠点なんだけども、はい、中国を支配したり朝鮮を支配したり、はい、日本にも攻めてきたり、ね、はい、一方でその一部隊が西の方に攻めていって、ポーランドと、ね、ドイツの連合軍なんかを打ち破ったりするんですよ。で
これも地図を変えてきましたけども、まあ、この辺りでねドイツポーランド連合軍を打ち破るんですね。ワールシュタットの戦いといっても世界史の教科書は必ず載ってます。あ、そうですか。ただこの辺がね森林地帯だったんで、はい、草原のためにモンゴル人ここから西側には侵略しなかったんですよ。で割と平原で草原地帯のこの辺りに根拠地を作って、はい、キプチャク・ハン国という国を作るんですね。でその都がね、はい、ボルガ川の下流にあるサライという町 で、でここを中心に今のモスクワもキエフも支配されてしまうわけですね。その時の、うん、もうちょっと時間来ちゃいましたけど、うん、その時のモンゴル帝国でこう征服に来るっていうのは、うん、もうやっぱり当時のモンゴル人がですね。モンゴル人、はい、ちなみにそのままねあの地に居座った人たちがいて、これはロシアタタールといってね。そうですよ。だからそうなんですか。今のロシア連邦なんかの少数民族なんかタタール人だからモンゴル系の人たちいますもんね。あ、そうなんですね。でちょっとチャイム鳴っちゃったけどついでに、はい、一言言っておくとね、はい、その試合から入るじゃないですか、はい、でキエフ今のまあこのラインは今の国境線なんですけども、はい、その北側にベラルーシというところがあって、はい、ベラルーシは日本語で白ロシアと言いますよね。ああそうなんですか。ベラっていうのは白という意味なんですよ。だから昔の地図の中には白ロシア共和国とか書いてあった、はい、でなんで白なのかと、はい、これ諸説あるんですが、はい、一つはね住んでる人たちの色が白いと肌の色、うん、でもう一つの有力な説が何かというとモンゴル人たち陰陽五行説なんですね。はいはいはい。自分が拠点にしているサライの町を拠点に、はい、周りの方角を5つに分けて色をつけるんですよ。じゃあ白の方角ってことですか。そうそうそう。でベラルーシの方角がちょうど白の方角だったらしい、ちなみに言うとウクライナは赤い方角だったんで赤ロシア、でモスクワの方角は黒い方角だったんで黒ロシアというんです。昔あのロシアの、ね、テロ組織に黒100人組っていうのがいてね、多分これはこの辺から名前来てると思うんですね。まあこうしてねモンゴル人が13世紀にやってきて約200年間、今のウクライナそしてロシアの平原地域、はい、あるいはベラルーシ、はい、こういったところを支配することになるわけです。で200年後の15世紀の後半にモスクワを拠点とする国がモンゴル人を蹴散らしてこの辺りで大きな力を持つわけなんですね。でそっからがじゃあ次回行きましょうか。ということになります、はい。